トリニダード対フェルナンド・バルガスの一戦、 WBA、IBF 世界スーパーウェルター級の王座統一戦です。例によって壁を突き壊してフェルナンド・バルガスが入場してまいります。20戦全勝 18KO 全勝男フェルナンド・バルガス、こちらが IBF のチャンピオンです。いや、ぶち壊して浜さん出てくるとは思わなかったですね。バルガスらしいというかですね、気合が入ってますね。入ってますね。あ、この表情、いい表情しています。これぞ破壊力、そういったキャッチが作りふさわしい出方ではないでしょうか。フェルナンド・バルガス、壁の中から登場してまいりました。ベストパウンド・フォー・パウンド決定戦であるという呼び声も高いこの試合、まさに一部ではそのようにはっきりと言われています。まあ、私たちもそのように言って過言ではないかと思います。この試合を制したものが、ベストのパウンド・フォー・パウンドとしばらくおそらく言われるのではないでしょうか。また浜さん、そういった内容の試合をですね、期待したいですよね。それとやっぱり期待された選手たちっていうのは、本当にやりますよね。その通りですね。さあ、それがそのスーパースターに課せられた、まあ、義務ではありますけれども、見事にここまでは両選手ともクリアしてきています。バルガスは国籍はアメリカ、まあ、ホームタウンはカリフォルニア州オクスナードになっていますが、ジョーさん、まあ、今奏でられているようにメキシコ系の選手と言っていいわけですよね。で、特にこのバルガスはですね、試合前自分のメキシコの地っていうのをですね、はい、強調してるんですね。だからメキシコ対プエルトリコっていうのはもうボクシング史に残るくらい非常に因縁深い 対立があるわけですね。はいはい、人気者スポットライト一点それを浴びていますフェルナンド・バルガス。そしてガウンですね、はい、ローブも赤、白、緑ですね、はいはい、これメキシコ国旗かたどってるんですね。あ、そうですね、まさにそのメキシコ系のファンの皆さん、お客さんを、全て自分に引きつけようという、そういった目論もあるのかもしれません。フェルナンド・バルガス、あるいはそれを自身を誇りにしているんでしょう。十字を切りましてフェルナンド・バルガス今リングインです。花火が上がっています。フラッシュがたかれています。歓声が湧き上がっています。マンダレーベイイベントセンター、ご覧のようにいっぱいにお客さんが入っています。まず IBF のチャンピオンが入場いたしました。さあ、一方フェリックス・トリニダードの入場であります。フェリックス・トリニダードは WBA のチャンピオンです。フードを深めにかぶりまして、今ようやくその表情が映りました。プエルトリコの国旗を手にしまして何か叫んでいます。カメラに向かって何か言葉を出しながら、発しながら今ゆっくりと花道を進んでまいります。この辺りからお客さんの視線を浴びることでありましょう。紙テープが舞い落ちています。フェリックス・トリニダード、 IBF ウェルター級の時代は敵なしと言われました。その通り15度の防衛に成功いたしました。しかしクラスを一つ上げまして、自分の体はマッチしているかもしれませんが、それ以上に強豪が至る所にいます。そのうちの一人、バルガスと今日対戦いたします。浜さん、この表情はバルガスと比べてどう見えます？ずいぶん余裕ある感じしますね。そのようですね。バルガスは気合入って、トリニダードはやっぱり余裕かなという感じしますね。まあ、あの第1試合世界タイトルマッチという意味ではトリニダードはもうキャリア的にはもう圧倒的に上回ってるわけですからね。それがあるんですかね。はい、何しろ、まあ、オスカー・デラホーヤ戦というのも大一番のうち入りました。パーネル・ウィテカー戦というのもそうでしょう。マッチョ・ヘクター・カマチョ戦もそうでありましょう。あるいはデビッド・リード戦もかなり注目を浴びた一戦でありました。そういった大一番というのはこのトリニダードの方がかなり、持っています。おー、マイク・タイソンが会場にいます。いやいやいや、タイソンもこのラスベガスにやってきてこの会場に姿を見せています。今の映像というのはこのマンダレーベイの会場にも同時に映し出された映像であります。ブーイングも少し聞かれましたが、この役者がリングサイドにいるということでこの試合の大きさというのは浜さん分かりますよね。そういうことですね。まあ、タイソンが直々にリングサイド来るというのは、はい、それだけ注目されているということでしょうね。間違いないようです。さあ、あとは内容でありますが、
これはあのジュニア君ですね、フェルナンド・バルガスのお子さんです。 Ladies and gentlemen, a very good evening to you, and we welcome you to the spectacular Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, as it's time for the much anticipated featured bout of the evening, brought to you by Don King Productions and Main Events in association with the Mandalay Bay, TVKO, and Budweiser, the undisputed king of beers. This bout coming away is sanctioned by the following organizations: the World Boxing Association President Gilberto Mendoza, Supervisor Gilberto Mendoza Jr., the International Boxing Federation President Hiawatha Knight, Supervisor Mahasin Scott, and the Nevada State Athletic Commission. The Chairman is Dr. Elias Ghanem, Commissioners Amy Ayoub, Glenn Carano, Dr. Flip Pomansky, and Dr. Luther Mack. The Executive Director is Mark Ratner. Introducing to you our judges, scoring this bout from ringside, from Johannesburg, South Africa, Stanley Christodoulou, from Las Vegas, Nevada, Dwayne Ford, and from Kent, Washington, Glenn Hamada. And the referee in charge of this bout, working in this his 31st world title bout, Jay Nady. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the WBA and IBF 154-pound Unification Championship of the World. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, it's time for the bout you've all been waiting for. Live from the Mandalay Bay in Las Vegas, it's time for the main event of the evening. Introducing to you first on my right, he is fighting out of the red corner, entering the ring wearing green trunks with black trim, hailing from and proudly representing Cupe Alto, Puerto Rico. He weighed in at the limit of 154 pounds even. He is undefeated in his campaign to the ring with 38 wins, no losses, 31 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making his 19th appearance in a world title bout. Here is the explosive two-time world champion, the current undefeated WBA super welterweight champion of the world, introducing Felix Tito Trinidad. WBA champion, Felix Trinidad. And his opponent across the ring, ready to fight on my left in the blue corner. He is wearing white trunks with red and green trim. He proudly represents his hometown of Oxnard, California. He weighed in the same as his opponent, 154 pounds. He also is undefeated at 20 wins, no losses, with 18 big wins coming by way of knockout. Tonight, he is making the sixth defense of his title. Please welcome the hard-hitting, undefeated IBF junior middleweight champion of the world, introducing a ferocious Fernando Vargas. IBF champion, Fernando Vargas です。WBA IBF 世界スーパーウェルター級王座統一戦、ここで日本のベルトが一本に統一されます。レフェリーは31度目の世界タイトルをさばきます、ジェイ・ネイディさんです。さあ浜さん、はい、この両雄が激突します。しかも全勝対決、ポイントをまず挙げていただきたいと思います。まあやっぱりキャリアのある爆発力のトリニダードとか、はい、それとも勢いのあるバルガスかというところでしょう。ああ、爆発するのか、あるいは勢いで押し切るのか、両者が顔を合わせました。やはり手元に入っている数字通り、フェリックス・トニダードが若干身長では上回っているようです。180センチ、バルガスが178センチ。さあ両コーナーに分かれました。 WBA IBF 世界スーパーウェルター級王座統一戦、場所はマンダレーベイリゾート&カジノイベントセンターです。ラスベガスでこの大一番が行われます。気合が入っている、いい表情をしているバルガス、小刻みにステップを切っています。こちらも先ほど笑顔を見せていましたフェリックス・トニダード、顔が引き締まりました。さあ間もなくゴングということになります。どちらもここまでプロのキャリア負けはありません。勝った方が日本のベルト一本にします。さあ試合が始まりました。まずはおっと、左打っていきます。グローブを合わせるのか、そんな感じだったんですが打っていきました。フェルナンド・バルガス、黒のトランクス、黒っぽい色をしていますが、フェリックス・トニダード、
グリーンと書かれています。それからグリーンブラック、こちらがフェリックス・トリニダード WBA のチャンピオンです。白のトランクスがフェルナンド・バルガスです。大谷翔平、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 いきなり左を合わせました。クロスしてる、さあ大谷ダウンだ、ダウンダウンでしょう。効きました。いや、いきなりでした。いや、効きます。これはびっくりしました。ジャブを避けた瞬間の入り方、さすがですね。鮮やかです。さあトリニダードは決めに行くでしょう。左を上げた、ダウン、2度目のダウン、2度目のダウン。トリニダードはコーナー駆け上がっています。あっさりと終わってしまうのか。ずいぶん効いてますよ。さあ目はしっかりしています。ジェン・レイディを見つめています。ずいぶん効いてますよ。その視線をトリニダードに移しました。2度のダウン、おっと左、これはブロックした、ブロックしました。ちょっと勢いがありません。バックステップかわそうという感じになってまいりました。どうでしょう浜さん、まだ時間たっぷりありますよね。ずいぶん効いてます。これは落ち着いてトリニダードを攻めていくか。バルガスは何としてもこのラウンド、はい、しのいで1分間の休憩でどれだけ回復できるか、そこまで持っていかんという感じでしょうね。そうですね、もうここはもうしのぐしかないでしょう。お互いに左を伸ばしていきました。なんという左、なんというスピード、左、とにかくバルガスは持ちこたえることですね。これぞ破壊力、一発爆発力というのは先にトリニダードが見せてくれました。そのバルガスの真骨頂、持ち味であります勢いというのは完全に1ラウンドで砕かれています。ティト・コールが湧き上がっています。ティト、フェリックス・トリニダード、チャンピオンのニックネーム、 WBA のチャンピオン、 IBF チャンピオン、フェルナンド・バルガス、あっさりと陥落するのか。左を出しました。なんとかあと1分あります。頭を下げていきます。大きくゆっくりと距離を置いています。トリン、おーと左、トリニダードは狙ってますね。狙ってますか。狙ってますね。狙ってるから、あ、ちょっと手が止まってますね。なるほどなるほど。もっと右のストレート、これは頬をかすっただけ。一発のその体を持っている、体自体を持っている力というのはバルガスが感じさせますが、そのパワーというのは力、それからスピード、こういったものを総合したものを言います。フェリックス・トリニダード、早くもそれを爆発させました。第1ラウンド2つのダウンを奪っています。右のストレートを打っていったバルガス、あと30秒。浜さん結構見てますね。いや、狙ってますね。一発で決めようということなんですね。なるほどなるほど。20秒、20秒あったらまだいきますか。いきますからね。ここまでなんとか来ました。フェルナンド・バルガス、バルガスはもう自分から行くことはありません。第1ラウンド、トミー君もインターバルに逃げ込みたい、そんな気持ちでしょう。出てきました。最後10秒の合図を聞きまして、少しわずかに出てきました。フェルナンド・バルガス、これで今度第1ラウンド終了です。第1ラウンド、バルガスは今一瞬笑ったように見えました。いやー、ニヤッと笑うところはなかなか不敵ですね。役者ですね。いやー、はい、ポイントはですね、やはりダウン2度ありましたが10対7ですね、はい、10対7トリニダードです、はい。この試合は浜さんにも伺っていきたいと思います。私も10対7です、はい。これはもうダウンが2つありましたのでしっかりと一致しております。さあ問題はこのバルガスのですね、このパンチの燃え方、これが随分きましたね。ガクガクしてますもんね。いや、もうこれまあやっぱりこれだけこの試合にかける気持ちが、まあ、バルガスにないと、ええ、あの一発、この一発で決まったでしょう。よく踏ん張りましたね。でもね、うん、いや、まあ踏ん張りましたけど2ラウンドもまだ苦しいですよ。いやー、小泉さん、先制攻撃したのはトリニダードでしたね。そうですね、相手のジャブをヘッドスリップしてすぐ左フック叩きつけましたよね、はい。第2ラウンドです。 WBA、IBF 世界スーパーウェルター級の王座統一戦、まずオープニングはあっと驚く IBF のバルガスの2度のダウンから始まっています。昔ドン・カリーとミルトン・マクローリーがですね、はいはい、そのウェルター級の統一戦やった時にですね、ええ、同じようにジャブ外して左フックドン・カリー叩きつけたんですね、はい、あれと同じようなパターンですね、はい。うん、タイソンもあの形の左フック得意としますよね、はい。余裕を持って動き始めています。フェリックス・トリニダード、やり寄っています。2度ダウン取ったと狙いすぎましたね、トリニダードは。そうですか、うん、もうちょっと軽くねパンチを出しながらという、うん、ところがあったのかもしれないけど、でも第1ラウンドですからね、考えたらね。まあそれで 2度目で決まったと本人も確信したんでしょうね、そしてトリニダードはどちらかというと いきなり行くというタイプではなくて、ぐっと上がっていく、調子を上げるという試合の中でそういったタイプなので、その辺もあったのかもしれませんが、ラッキング頭を下げました、フェリックス・トリニダード。しかしいずれにしましてもこれはもう素晴らしいスタートを見せたわけです。ミルスレートも伸びる、
ティト、フェリックス・トリニダード、プエルトリコが生みましたヒーロー、今やもう世界的にこの名前は知れ渡っていることでしょう。ボディーブロー、まあ、トリニダードの場合ですね、左リードがですね、ジャブで来るか左フックで来るか左アッパーの上で来るか、ええ、その顎で来るかその下で来るかですね、はいはい、それが相手にとってはちょっと読めないところがありますね。時には右から右左の攻撃もありますね、はい、お全部かわしてきます。いやー今おっと、これも返した、はい、ずん聞いてるんですよバレンスは、はあ、聞いてる中であれだけ、しっかりと見ながらかわすっていうのをいい根性してますよ。そうですね、うん、第1ラウンドに2度にダウン、2度ダウンさせられました。おボディブローから左右のストレートはこれは弾かれました。バルガスなんとか自分のペースを取り戻そうと立て直し懸命であります。ワンツーから左フック肩越しに当たりました。とにかくおっとっとボディは今ブロックしたようです。バルガスの姿勢としましてはとにかくこのラウンドも自分から行こうという感じはまだないですよね。まだ少しありますよ。ありますか。ただあの聞いてる分強引にはいけないというところなんですね。なるほど、強引ではないけれども、打っていきながらトリニダードの攻撃をまず止めとこうということもあるわけでしょう。そうしないとですね、攻められっぱなしになりますからね。なるほどなるほど。トリニダードはクイックにフェイントをかけながら近づいていきます。トリニダードのおっと左、よくしかしバルガスはかわしています。若干ではありますけど回復はしてきていますね。あそうですか、うん、バルガスはホールド気味、左を絞るような感じでバルガスの腕を捉えましたけれども、それを振り下いて残りの攻撃を仕掛けていきました。お客さんが立ち上がります。第2ラウンド終了しました。まず小泉さん、私は構成でやはりトリニダードと思いますね。10対9です。そうですか、浜さん、私もトリニダード10対9です。はい、小泉さんが今見たところ、このラウンドは第2ラウンドはどういうラウンドだったんでしょう、両者にとりまして。まあ、このトリナルにとってはですね、これできればもう一回そのあの左ヒックなりですね、それを当てようという気はあったと思うんですよね。かなり振ってきましたよね。で特に右ストレート、今なんかですね、相手がバックステップしなければあれは結構いいパンチだったですよね、はいはい、ところがですね、一方バルガスの方はですね、ともかくまだ自分はそのダメージがあると、ええ、そういうことで丁寧に戦いましたね、外して。あその3分間使い切りまして、新たなラウンド第3ラウンドに入ります。トリニダード、おっとっと右のストレートを持っていきました。バルガス、いつものバルガルらしい、バルガスらしい喧嘩腰、そんな気持ちを前面に立てるような戦いっぷりになってまいりました。フェルナンド・バルガス、右のストレートを打っていきます。2人の体型を見ますとガッチリとしているバルガス、スッと相変わらずスリムなトリニダード、鮮やかな軽いステップを切りながら近づいていきます。右のストレートを打っていきました。左にヘッドスリップ、トリニダード、おーバルガスが行きます。バルガスの回復具合は自分の方からかなり行ってますから、これ割と帰ってきているという証拠の名なんでしょうかね。だいぶ待ててもないですけどね、回復してきましたね。そしてこのトリニダードの左フックあるいは右のストレート状態でかわす、そういうシーンがあるんですけども、これほどバルガスというのは状態をうまく使える選手だったでしょうか。いや、まあ、しないとやっぱり避けきれないですからね。それが必要がこれを生んでるわけですね、うん、それとやっぱりまだ足に踏ん張りがちょっと効いてないというから状態だけでやってるんですね。これがもっと回復すると足も動くでしょう、はい、そうですよね、足はあんまり動いてないですよね、うん、だからダメージあるときのダメージあるなりの避け方してますよね、はい、鮮やかに相手の危険なパンチは避けているというそんな感じの今動かしたのもそうでしょう。バルガスどちらかというとこの避けるのにちょっと神経を多めに強く張っているかもしれません。ちょうど半分、第3ラウンド左、おっと払い落とす。トリニダードはこれは慎重なんでしょうか、それともバルガスがこの非常に硬くなっていると、相手の攻撃に対して硬くなっていると、そういうところがあるんでしょうか。若干慎重なところはありますね、まだ。まあ、これも一つトリニダードらしいといえばそういうと一面なんですが、左トリニダード、やっぱり両者の、はい、バネっていうんですかね、はい、トリニダードは相当バネありますね。バルガスはやっぱり効いてる分まだおー、赤道切り、本調子になるというのは大変ですけどね、この状態で、はいはい、まだやっぱりバネっていうのは生かしきれてないですね。なるほど、今非常に立ち上がりなんではありますが、苦しいバルガスこらえながらの戦い方になります。飛び込んできました。ちょっと入ってきましたね。ちょっと
目を押さえてますね。どちらがトリダードですか。勝ったとしたんですか。今左リック、左リック。ショット。で、あと右。離れ際。ちょっと目を押さえてる間にちょっと打ち込まれましたね。右追っていきました。右のストレートは届きませんでした。バルガスもだんだんと攻撃力が回復してきているのか。あとローブローか、ローブローか。あ、これ減点するかもしれませんね。まあ1回ですからそんなに厳しいローブローには今瞬間的には見えなかったですけどね。そうですか、ええ、これバルガスはここで休むことができます。そうですね、いろんな工夫をしながら時間を使って回復に向けようとしてますね、確かにローブローというのは間違いないところですが、これちょっとオーバーめにジェスチャーしてるところもおそらくありますでしょう。確かに低いですね。これは低いですね。このローブロー自体のダメージももしかしたらあるかもしれません。しかしこれを大いに利用しまして、ローブローのダメージ、それから全体的な先ほどのダウンを喫したダメージを回復させようというこのバルガス、なかなかしたたかです。どうでしょう、目がちょっとパチパチという感じですね。右目ちょっと見づらそうですね。ですよね、右目見づらそうですね。なんかね、二重の感じが変わっております。いつものこのトリナードのこういうパチッという目ではありません。まあ故意ではないんでしょうけど、サミングその親指がですね、目の中入ったかも分かりませんね。ははワンツーワンツー。さあこれはいい休憩時間ができました。フェルナンド・バルガス第3ラウンドはこのゴングです。そしてまたインターバルに入ることができます。何か一言言って両者が分かれていきました。まあバルガスにとっては少しでも時間を稼いで回復に持っていきたいところだったんで、今のは良かったかもしれないですね、ローブローは。そうですか、その浜田さん、ポイントはどうなりますか。ポイントは私はこのラウンドもトリナード10対9です、はい、ただトリナードに減点はなかったですね。失礼しました、そして浜田さん、ごめんなさい、小泉さん。私はバルガスの10対9ですね。あ、バルガスですか。ちょっとサミングされてですね、ちょっとグローブで目を押さえてる間にですね、かなり攻め込みましたね、やはり木を見るにビンっていうところがあったような気がします。私はそれをポイントに取ります。はい、そのあたりは映るんでしょうか。今やそうですね、第4ラウンドです。WBA のタイトルとしてはトリニダード2度目の防衛戦になります。一方 IBF のタイトルは6度目の防衛戦になります。バルガス、この試合で、どちらかが2本のベルトを獲得します。まあ、引き分けというケースもないことはないんですが、考えられないことはないんですが、おそらくこの勢いですと、どちらかに勝敗が分かれそうです。あーっと、カウンター倒した。今度はやり返しました、バルガス。いや、今度はバルガス、カウンター組みましたね。いやトリダード左を振っていきました。それに合わせるようにバルガス左物の見事に入れ込んでいきました。いやー、これで一つずつダウンです。さあこれで、まあ、点数が低いのか。バルガスは2度してますよね。なるほどなるほど、これで、2つと1つということになります。ダウンの回数合計3つです。いや、これほどのダウンの応酬になるとは思いませんでした。ダウンのローはドーブロー、これ2度目になります。今のはですね、バルガスはバルガスにとって今はあれですね、このオーバーに休むんじゃなくてすぐにも続けたい状態なんですけどね。なるほど、ああ減点、これはどうでしょう。トリンダードに減点1。休んだ方が良かったのか、あるいは攻撃した方が良かったのか、バルガス休んだから、まあ、オーバーにしたから減点を取ったかもしれないですね。なるほど、ただ今チャンスでしたからね。そうですね、トリンダードはこのラウンドダウンも取られています。さあこれで、ダウンで2ポイント、さらにここでマイナス1ポイント、3ポイント差、このままだとつくんですが、この問題はまだ残り時間があります。このラウンド、あるいはここで試合は終わるか。まあ、ダウンは取ったものの、これだけ休むというのは、顔面のダメージはまだ抜け切れてないということも言えるんですね。あ、この低さ、まあ、確かにね、低いことは低いんですけど、オーバーではありますね。はいはい、さあたっぷりと時間を取っています。休むならもう徹底的に時間を取ってということなのか。その分トリニダードも回復することができます。特に浜さん、トリニダード回復力すごいですから。回復力面ではトリニダードは一番早いですね。もうトリニダードはもうなんか大丈夫という感じになってますね。オーライと、
純木球という状態ですね、あこれは吉と出るか今日も出るか、今の休みは誰に向くんですかね、誰に味方するんですかね、あの時点ローブローの時点で続けようと思えばバルガス自身はできたでしょう ね、うん、もちろんあのローブローの痛みもあると思いますが、うん、だからバルガスとするとまだ顔面のダメージが残って、いたんで、はい、休んだという可能性も強いんじゃないですかね、なるほど自分自身の、ね、ダメージが、うん、バルガス自身は2度ダウン、おっと左に合わせます、さあ試合は続きます、続きます、バルガスが2度、トリンダード1度、ダウンの応酬がありました、お左寄っていきます、ちょっと聞きましたね、今足をちょっと踏み替えるようなジェスチャーをしました、トリンダードちょっとガクンガクンというような感じもありますが、トリンダードどうだ、今のローブローの時間で回復することができましたでしょうか、ローブローを受けたのはバルガスの方です、さあバルガスは先ほどまでの形勢というのはどうやら不利で戦ってたんですが、ここで有利に展開していくんでしょうか、ショートのパンチいずれも当たりません、下から持っていきます、下から攻め込んでいきます、バルガス上を叩きます、上を打ち込んでいきます、トリンダード、トリンダードは目をこすりの、うん、右目をこすりながらやってるのは、はい、ちょっと見づらくなったんでしょう、右目が、おーっと左くん今相打ちか、相打ちですね、このお互いに左が功を奏しています、この試合どちらが最終的に相手を打ち倒すことができるんでしょうか、あやっぱりまだパチパチしています、トリンダード、そう見づらそうですね、ですね、残り50秒です、相変わらず大きなスタンスを取ります、そして長い足トリンダードがその足を運んでいきまして距離を詰めていきます、上体を振りました、今度はバルガスが下がります、トリンダード前進していきます、残り30秒になりました、まあとこれ弾いた、今右クロス狙ったんですね、はい、とお互いにリードブローの交換です、ノートまた合わせます、左合わせます、左フック相打ちですね、お互い空振りしましたけれど、この左フックがポイントになりそうです、第4ラウンド、このラウンドはどうやら過ぎ去りそうですが、なんとトリンダードダウンを奪い返されました、このゴングです、まあ、トリンダードも戻ってきましたね、はい、整理しましょう、トリンダードにダウンがありました、そしてマイナスポイントも1ポイントありました、はい、10対8から1点減点してトータルでは10対7になりますね、はい、私も10対7バルガスです、同じですね、はい、あ充血してますね、あの右目、あうまくタイミング合わせましたね、まあ、これ第1ラウンドやられたことをやり返したっていうような感じですね、おお。まあその内容からすると1ラウンド目に、トリンダードが2度ダウン取って決めきれなかったというのが大引くかどうかでしょうね、ははさあ第5ラウンドに移っていきます、 WBA IBF 世界スーパーウェルター級の王座統一戦です、その統一戦にふさわしい内容、倒し倒されの内容になってきました、おっとっと、立ち上がりこそトリンダード素晴らしい立ち上がり、2つのダウンを奪ってスタートしたんですが、どうやらこの中盤に向かおうかというところから、ダウンを奪い返され、あるいは減点を取られという格好になりまして、これでどうでしょう、今の段階で浜田さん、はい、どちらがいい感じでボクシングを進めていると見えます、ですね、どっちも苦しい状態ですね、どちらも苦しい、どっちも苦しいですね、あのバルガスはまだ苦しいんですね、なるほど、1ラウンド目のダメージから完全に抜け切れてないというのと、そして、はい、トリンダードからすると、はい、今度はリズム感はいいんですよ、リズム感はいいんですよ、右目が見づらいというのがありますね、ボディーブロー、ボディーブロー、今若干ディフェンスもうまく防ぐことができたんでしょうか、いやこれほど小泉さん、まあ、カットマンの経験も終わりですけども、目がこれほどパチパチする状態というのはどういう、やっぱりサビングがあるいは故意ではなくてもあったんでしょうかね、そうですね、だから打った時にですね、故意ではなくてもそのグローブの部分がですね、目に入ってくることはそれはありますよね、そのケースというのはちょっと傷でもやっぱり小さい傷が何かあるからこうパチパチするような感じになってしまうんでしょうか、いや傷っていうんじゃないんです、そこをやはり目の上から疲れたからですね、ちょっと見づらいんですね、事実ちょっと腫れてますよね、なるほど、その腫れがあるから、サミングじゃないにしてもですね、まともにパンチをもらったら目のど真ん中に当たるとそういったあの状況ありますよ、なるほど、
そういう感じなのかもしれません。いずれにしろすごいパンチの交換が行われているわけですから、そうですね、出血していないだけまだマシかという程度なのかもしれません。トインダード、おっと、この左がどうも相打ちになるようです。そして浜田さん、このトインダード右目が見えないと、おっとっとということは、はい、どういうことが言いますか。左が食いやすい、そういうことですね、バルガスの左フック、はい、左から来るパンチが見えにくいと、距離が測りにくいということを言えるんですね。あ、ちょっとトインダードの攻撃の幅が狭まってしまいます。右のストレートはうまくエルボーでブロックしていきます。これだけ右の大谷がパンパン、サイドステップを入れ替わった。気にしてるというと相当距離感も測りにくいということ言えますね。あ、そうでしょうね。今いいアッパーだったですね、一瞬顎上がりましたね。素晴らしいテクニックを披露します。バルガス、トニダードちょっと高いずれそう、この距離の正確な測りが、方、それが新庄でありますけれども、フェイクストニダード、今のジャブですね、はい、バルガスのジャブが当たりやすくなるはずですよ。トリナードは仮に、はいはい、おおっとっと、右から右のスロート、バルガスの左から来るパンチの勘では分かるんですね、はい、今来たというのは、もう瞬間的に距離が測れないんですね。なるほど、距離の正確性がなくなっています。距離測定ができません。フェイクストリナード苦しい展開です。第5ラウンドは小泉さん、バルガスの10対9ですね。私は右のアッパーとですね、はい、最後の、パンチ集めたのを買いますね、はい、私もバルガス10対9です。お二方とも4号とバルガスであります。今映っているのがちょうどそのバルガス。バルガスは顔をほとんど傷がないようです。あ、これですね、コインさんしてきたいいアッパーですよ ね。そして横に抜けていきます。あ、違う角度から、ね、これは最後にですね、はい、左アッパー、左フック、そして右のクロス、オーバーハンドライトですね、はい、あ、ちょっと頬を叩いてますね。まあこれトリンダードシニアですよね、第6ラウンドです。ちょうど10番ど真ん中、このラウンドを終えて折り返しということになりますが、果たして、おお、またアッパー、またアッパー、浜田さん、あのアッパー有効ということで結構使い始めたということなんでしょうか。そうですね、その日によって得意なパンチ、そして当たりやすいパンチがあるわけですね、そして打たれた選手というのはタイミングずれるとですね、同じパンチを食ってしまうんですね。ははー、分かっちゃいるけど避けられないっていうんですかね、分かっちゃいるけど、まあタイミングがずれてしまうと。ありそうですね。そしておっと、見づらさというのもそれ、もらってしまう一つの要因になっているかもしれませんね。左のフックが一番怖いんではないでしょうか。トリンダードヘッドスリップから、まだミラッパー出した。ただプレッシャーかけているのはトリンダードの方ですね、はい、ヘッドスリップ見事中で入ってきます。さあトリンダード、この辺から流れを引き戻していきたいところなんですが、序盤立ち上がりは完全にトリンダード取りました。しかしたった一発から試合の流れがひっくり返り始めています。ミラッパーを打ち始めます。トリンダード左伸ばした、ヘック当たりません。トリンダードはですね、むしろ積極的に中間距離から接近戦の距離の打ち合い、その持ち込もうとしてますね。相手の正面に立ちます。トリンダード、バルガスさん、今の左は有効ですね。トリンダードが見づらい分ですね、はい、左からどんどん攻めることですね。なるほど、はい、動きを止めました。その左を出します。そしてゆっくりでありますが左に動いていきます。バルガス、白のトランクス。ここへ来てバルガスのダメージ、1ラウンドにもらったあのダメージというのはどうでしょう。十分回復してきました。そうですか、はい、ただまだ効いてますよ。なるほどね、このダメージは最後まで抜けきれないでしょう、全部は。なるほど、おー、ローブローに近い低いところから上に持っていきました。ダブルで攻撃します。左をやっぱり多く使ってまいります。左をいろんな角度、いろんなパンチを打つといいですね、バルガスは。今この辺りは今度はミラッパ、ミラッパ、左のフックを中心にミラッパを絡めながら攻撃の幅を変えてまいります。状態だけで中に入っていきました。もっとミラッパ、危ないぞ、危ないぞ、打ち下ろしてきます。トリンダード当たりません、当たりません。トリンダード、おーっと、ボディーブロー、今のボディーはいいですね。向こうから左のボディーブロー、トリンダード、今度左、クー、もう一発、ミラスルト。さあ、今度はトリンダードクリーンになりました。攻めるとやっぱり爆発力はトリンダードありますね。ありますね。攻めると強いですね。小一番、今のところ押され気味で急加算だったの、トリンダードがまたまた噴火してみました。あ、攻めると強いですね。左クー、左クー。さあ、左の打ち合いになります。
あと右ショート向こうからバルガス右のパーです。アッパーをよく使います。このコンビはここでロングです。いや両者にいいシーンがありました。ダイブクラウンド終了しています。難しそうだと思いますが浜田さんから伺いましょう。このラウンドトリニダード10対9です。トリニダード、はい、最後の攻撃。そうです。浜田さんはトリニダード、そして小泉さん、私もですね最後パンチまとめてそのクリーンヒットをその当てたトリニダードのポイントですね。10対9です。仮に浜田さん最後のトリニダードの猛攻なかったら、はい、なかったらバルガスですね。あ、そうですか。ペース的にもバルガスですね、はいはい、だからそのペースが悪いということで、あのトリニダードは半分強引的に行きましたよね。あ、強引に行った時やっぱり爆発力攻撃力トリニダード素晴らしいものありますね、はい。まあ、トリニダードはですねともかく左フックを当てようとしてますね。今日は左フックが当たるっていう感触があるんでしょうね。なんか左フックが当たる距離でボクシングしようとしてますね、はい。7ラウンド目です。 WBA IBF 世界スーパーウェルター級の王座統一戦。ああ、ミドルストレート、長い距離、トリニダード独特の長い距離きましたね。右の右の右きましたね。右のストレートが火を吹きました、うん。さあ、それを感じ取ったことでしょう、トリニダード。ここでまた流れが変わるんでしょうか。先ほどのラウンドから続けていきますか。あー、ロブロか。今のはもったいないロブロ。時計をまた止めました、ジェイネイディさん。うわー、いい流れだったんですけれども。休ませてしまいますね。ああ、さすがにこの表情は今までの休み方と違いますね。本当にきついという。効いてるんですよ。これは思わぬロブローでした。確かにローブローというのは分かる。あ、ここでトリニダード2つ目の減点。ちょっとこの減点の仕方見てくださいね。その減点される選手をリング中央をこうして引っ張っていって、この選手から減点するんだよっていうイメージですね、はい。これは WBC のタイトルマッチじゃないんですけど、 WBC のスライマン会長はあれをやれっていうふうに指示するんですよ。あ、もう間違いのないようにということですね。混乱するとですね、はい、どっちの方から減点かっていうのははっきりしないと。なるほど。もうそれだけみんなエキサイトしてると言うんですよね、いや、その通りだと思います。さあ、7ラウンド目続行です。あとワンツーいきなり来ました。バルガスの方から行っています。バルガスがローブローをもらった方であります。いや、先ほどまでトリニダードがいい流れを作ったところで自らのローブローでその流れを止めてしまいました。浜さん、この試合のキーワード、流れポイントというのはいくつかあるようで、ローブローもそのうちの一つになりそうですね。そうですね。左のフックと同様に、これランダー戦になるとどうしても低くなりがちなところも出るんですね。あ、そうでしょうね。相手のブロックが硬いとですね、特にこの両者にそのブロックの硬さというのは言えそうです。このあたりがっちりと自分の体を守ります。バルガス、おっと、左速いジャブを見せます。左移動して左突いていきました。バルガス、今度はトリニダード、狙ってます、狙ってます。大振りしていき、何か足元を指さしました。濡れてるのかもしれません。まだこのラウンド、あ、まだ1分以上あるんですね。随分長く休んだので長いラウンドに感じさせて、くれます。7ラウンド目です。左から右ワンツー、至近距離になりました。プレッシャーかけてるのはトリニダードですね。接近して、逆にカウンター取ってるのがですねバルガスですよね。右のストレートはスウェーバック気味、バックステップを使います。バルガス、これを使ってかわしました。またプレッシャー、強いプレッシャーをかけてまいります。浜さん、見づらさというのは解消されたんでしょうかね。あんまり意識しなくなったような感じがあるんですが、解消はないと思いますけどね。そうですか、うん。だから見づらいから逆にこうしてプレッシャーかけてより近い距離で行ってるって、これはまあ本人でないと分かりませんけどね、推察なんですけど、はい。おっと、左合わせてきます。あれ、右目腫れてきましたかね、うん、若干そんな右目の横を腫れてきましたかね、はい、そんな感じですね、うん、こまがめの当たりですね。トリニダード、よりこれは視界を悪くさせるものかもしれません。あ、確かにちょっとぷくっていう感じで膨れています。おっとっとっと、いいジャブを持ってきます。だからあれはやっぱり見づらい分食ってしまいますね。はい、アミロスレートは空振りです。ガンダーゴング、今なりました。7ラウンド目終了しました。
このラウンドはじゃあ小泉さんからお願いします。私はややトリンダードですね。最後そのバルガスちょっといいパンチ当てたんですけど、その全般的に左ついてプレッシャーかけてですね、構成取ってましたね。私は左ジャブも評価したいと思います。ただし減点がありますね。10対9でそれでトリンダードからもう1回減点、結果的には9対9。はい、はい、私も9対9です。あ、これが減点されたローブローです。この減点する前のトリンダードの攻撃というのは良かったんですよ。良かったですね。もうあトリンダードのペースのラウンドかなと思ったらあそこで一旦途切れたんですね。でリズムを取り戻すために攻めてプレッシャーかけてしていったんですけど、結構空振りしてたんですよね、はい、それで最後にバルガスはちょっと反撃したということですね。さあ第8ラウンドです。ちょっとワセリンつけすぎました。拭き取りました。わずかなタイムです。まあ、このジェネディっていうのはですね、マルコモツネヤカオとセレス小林選手の、時のレフリーだったんですね、はい、最近では8月20日ですかね。そうですね、20日 WBC の世界フライ級のタイトルマッチですね。また左フックの打ってますね。右のスレート、今のワンツもいい、伸びていきます。打ち下ろし気味、左のフックで対抗します。バルガスは左のフックを、今度は右のスレートを伸ばしてきました。またワンツーワンツー、左フック、弾いた左、今度は顎のあたりです。トリンダードがまた例によってプレッシャーをかけてきています。これをカウンターで応戦します。さあ至近距離になります。右のスレートはよく伸びます。だからもう体全体のバネっていうのがトリンダードにはありますね。そうですね。この試合の下馬評、まあ、オッズというのも3対2ほどで、まあ差がほとんどないと言ってもいいかもしれません。トリンダード有利、両チャンピオンの激突です。それは当然のことでしょう。お互いに左を伸ばしました。バルガスは若干当たってるのか、いや今度はトリンダード、ここはブレイクです。9対5だったんですよね、はいはい、確率は、ところが3対2っていうのは9対6でしょう。ね、あ、そうですね、だからより縮まったっていうことですね。おーとととー、左トリンダードに左も当たります。こちらの左も当たる、今度右のスレートいきなりだ。とととお互いにボディを叩き、おーと右のスレート、トリンダード、バルガス足が止まります。右のスレート打っていきます。足を止めての打ち合いになっていきそうな、そんな雰囲気も感じさせます。第8ラウンド、ボディは低いんじゃないのか、低い、いや左低い、低いでしょう。ローブロー、これは注意だけか、減点なし、なしですね。まあ1回目の注意ですよね、はい、これでローブローがやるか、ちょっと気にし始めるか。左をダブル、まず持ってきました。右のクロス、ちょっとトリンダード、はい、上半身の動きがなくなってますね。はいはいはい、ちょっと柔らかさがないですよ、その分動いてポジションを変えようとしてますね、はい、距離が縮まりました。さあバルガス残り15秒、ボディとフック、どっちがボディとフック、右のスレート、トリンダードですか。トリンダードの左がいいですね、良かったですね、その後右のストレートもフォローしていきました。どんどん攻めに行ってますね、また右、たっとお互いに左相打ちになるケースがこの試合多いんですが、バルガスのボディーブローよりも左フックの方が強烈だったようであります。プエルトリコの国旗が踊ります。第8ラウンド、浜さん、このラウンドトリンダード10対9です、はい、小泉さん、私も最後のですね、あの攻撃の有効度を取りますね、はい、これはトリンダードですね、プローですね。この後しばらく何発が打てたんですが、流れが切れたところで減点、失礼、注意。この辺りの攻める姿勢っていうのがありますから、最後、まあ、木を見るにビンって言いますかね、一瞬の隙ついて左フック当ててパンチまとめましたね、あれがなければバルガスにポイントいってたと思いますよ、はいはい、さあ第9ラウンドです。 WBA IBF 世界スーパーウェルター級の王座統一戦、トリニダード・バルガス、勝った方が両ベルトを手に入れます。いい試合してますね、お二人とも。
まずは顔の前で相手のグローブ弾きました。おっと変わって左フック返していきました。お互いに防ぎようが若干異なります。今度はボディからなんとか上を開けようということなのか。バルガス、トリニダード、浜田さん、相変わらず出てきますね。出てきますね。ノックアウト狙っていくことも確かですよ。ああそうですか、それとやっぱり、目が気になるんでしょう。勝負を急いでいますね。ははん、あパーツをしたよ。また蹴り、今どちら強かったですか。浅かったです。トリニダードの方が浅かったですね。ああそうですか。ミロスレオトはヘッドスリップあるいはウェービング状態だけでかわしました。これだけトリニダードに攻められてくるとバルガスまたまた苦しく なりましたね。そうですね、バルガスの綺麗な顔も傷つき始めています。それだけすごい試合、まあ、対戦するに2つのベルトをかけるに値する試合だという、これが証明でありましょう。ステップ、トリニダード独特のその上下前へあるいは後ろへの動きが出てまいりました。またおっとっとと右左小刻みに小さなパンチですが入ります。また小泉さんどうですか、体自体はこう小刻みにトリニダード動き始めたんじゃないですか。そうですね、左と左前のランドがちょっともう、前へ出て攻めよう攻めようが強くてですね、ちょっと状態のリズムなくなってますね。聞いてますよ、また聞いてますよ、またワンツーです。やっぱダメに残ってる分おっとっとっと状態変わります。ガクンと落ちますね、バルガスは、バルガス今失速しています。ただ今左フックちょっと一発当てましたけどね、バルガスも勇気持って打てば左フック当たりますね。ミロスレトから左、左が当たりません。トリニダード、バルガスも打ち返していきます。頭をつけ合っての打ち合いだったらこの力強いバルガスのパンチか。あ、ボディブロックか、あと上顔面へのパンチはお互いに有効な感じではありませんでした。バルガスボディ打つのはいい、ボディ打つのはいいですね。ミノショート、ミノショート顎が引けてですね、頭が落ちますから、ああ、当たった、左アッパー、左アッパー、そして右のクロス、右のクロス、バルガスよく踏ん張ってますね。バルガス、こらえます、こらえます。いや危ない状態ですよ、バルガスは。こらえるだけではなくてパンチを出します、バルガス。バルガス、危ない状態ですよ、今。いや一歩後ろはもう崖状態。バルガス、こらえています。さあ、トリニダード、あと一発なんですが、まさに、トリニダードの渾身の一発が入れば、倒せますでしょう。うそうですね、今。おお、バルガス、ドミン、おお、左低い、左低い。バルガス、バルガス頑張ります。ストミな攻撃ですね。ストミですよ、これ。コドコングです、コドコングです。お客様大喜びです。ほぼ1万2000席埋まっております。このイベントセンター第9ラウンド終了しました。小泉さん、10対9トリニダードですね、私もトリニダード10対9です。マーさん、小泉さん両者とも第9ラウンドはトリニダードの右の目から頬を随分腫れましたね。そうですね、ずいぶんマジックしてますね、腫れてますよ、強烈な二重になってますもん。そして頬の方からも目をちょっと押し上げてますよね、違う角度。バルガスだってコインさん腫れてますよね。そうですね、ちょっとこれほど顔がバルガス腫れ加減っていうのはまた珍しいシーンであります。結構パンチ食ってますから ねバルガス、さあ第10ラウンドです、もうあと3ラウンドですか。あ、今大きい速い左フックだったですね。日本のベルトがかかっています。はい、統一戦というのはですね、バルガスの右のガードっていうのは相手のジャブを防ぐための位置ですね。はいはい、だから左顎を、右顎を守ってないんですよね。あ、そこで、ワンツーから左フック、あるいは右ストレートから左フック、いきなりの左フック、はい、左アッパーから左フック、そういうパターンでですね、左フックを狙ってますよね、はい、トリニダードは。トリニダード、あー、トリニダードクロスだ。いや、これ返したのか、起き上がってまいりました。沈み込んだだけなのか。いや、効いてるんですよ。あー、今のクロス、肩越しにちょっと浅めだったんだと思いますが、届いたと思いますが、下に動きを加えまして浮上してまいりました、バルガス。バラザーズやっぱり腫れてますね。腫れましたね。左半面が特に腫れています。右のストレートを多めにもらっているということかもしれません。さあ1回ジェイネイディが入りました。おっと左フック、また右のクロス、左は弾き落としました。バラガス、バラガス、ちょっと、右左ですね、
バルガス効いてるんですよ。効いてますね。また右のストレート、うん、これを完全に捉え切ることもトリニダードまたできません。しかしいいパンチ、いいブローを随所に見せるようになってきています。第10ラウンド、トリニダードが相変わらず前へ前へのプレッシャーです。おお、左ジャブ、今もジャブっていうより左ストレートみたいな、ストレートですね、はい、おっと今度は右がアウチになりました。アウチの非常に多いシーンがあります。おっとボディーブローですが、これは正規のところでしょう。というよりも肘か何かが注射されたのかもしれません。バルガスも体逃げないでその右ストレートなり左フックカウンター取るとですね、もっと効果があると思いますけどね、はい、あバルガスはちょっと苦しげですね。やっぱりね苦しいんですよ、お互いにアッパーを出しました。また右、んジェイメイリュー、何を、ま、ローブローですね、ローブロー、ローブローの、ローブローの減点ですか、減点ですね、これさっきあの、注意だったんですね、さっきのありましたよね、うん、おー、休ませてるわけですね。まあ、ローブローのそのダメージでですね、はい、ちょっと休憩与えてるんですね。全部跳ねましたね。目尻から頬まで全部跳ねましたね。左もらいました。左のストレートもらってます。トインダード。今はなんとかパーリング。右のストレートはかわします。胸が合いました。左フック。一回中に入ります。綺麗に巻きます。バルガスがこのラウンド、ロブローの減点。左、ボディボロ、ボディボロ、あーと、トリダード左、トリダード左、あーと、コテゴングです、コテゴングです、バルガスも応戦しましたが、2人を分けたのはゴングであります。いや、浜さん、今の瞬間、打ち合いというのは、先にトリダードが左ですか。あの両者の左、両者とも浅かったですね、あと5センチ深く入っていれば、これ、両者に見えますけど、やっぱりダメージあるパンチ、入れ切れたというところですね、あまあ、両者ともあの勝負に入っているから、はい、そういう状態が来ますね。あこれ今ローブローの瞬間ですかね。これ流れを最後の瞬間ですねこれ、さあ小泉さんまずポイントをお願いします。まず10対9でですねあのトリニダードですね、はい、そしてバルガスに1点減点ありますから、はい、結果的にはその10対8になりますね。あなるほど、はい、私も10対8です、はい、小泉さん浜田さん揃いました。またなんかタイムをかけています、コーナーがどうやら濡れてるようです。スケという指示を出しましたジェイネイディさん。ここまでは中盤以降はトリニダードペースで、試合が進んでいます。しかしこの、減点が両者にあったりします。ローブローが結構ポイントを取られています。トリニダードがですねその、まあ、バルガスのカウンターをその押してですね、はい、その前へ出て攻撃姿勢を取ることによってペース自分の方へですね、うんはいまあ、手繰り寄せたんですね、うん、ロープを襲いましたバルガス。左を放ったところちょっとバルガスもちょっと上を向いているようなそんな顔になってきました。しかしまだ完全に視界が悪いという感じではないバルガス。一方のトリニダードもよく頑張っています。右の方から右の目の周りにかけまして膨れ上がっているんですけれども、よくカバーしながら頑張ります。トリニダード、まあ、上を向いて歩こうという歌ありますけどね、はい、ボクシングでは、ね、上を向いたらダメなんですよ。顎を引いて戦わないとですね、はい、あのバルガスの場合に目がちょっと見づらくなるとですね、あのどうしても顎を引いてしまうと、はい、見えなくなるんですね。ああの上の方が、それで見ようとすると上がってくるんですね。あそれでやはりちょっと上を向いたような感じになってくるんですね。そうなんですね。だからあ左目が見づらくなったということが言えるんでしょう。あやっぱりそうですか、うん、先ほどしたその場合のはですね、もう噛んでやるわけですよね。あ顎を引いて相手がどの辺にいるというのも噛んで やらなきゃいけないんですね、はい、あくまでもやっぱり見たい気持ちで見ようとすると顎が上がるんですね。なるほどなるほど。で普段からですね、そのバルガスというのはちょっと顎の締めが甘いんですよ。もうちょっと上目遣いでですね、眉間にシワが寄るような感じで相手を睨みつけるっていう癖がちょっとできてないんですよね。飛び込んできました左フック。もう一回左ダブル。
いいパンチではありません。トリニダードが相変わらず、おお、たびカウンター、2カウンター、ショート、カウンター、浅かった、浅かった、タイミング合ってますよ、タイミング、狙いはよし、トリニダード、トリニダードペースで後半は進んでいます。トリニダードのまずこの試合は、2つのダウンを奪うというシーンから始まっています。バルガスが第1ラウンドで奪われましたが、その後一発返しました。バルガス左フック、おー、飛びラッパ、これかわしたようです。右ストレート、右ストレート、もう一発、もう一発打ち下ろしていきます。フェリックス・トリニダード、左はトリニダードのノックアウト狙ってるんですけど、バルガスよく踏ん張ってますね。今日のトリニダードはですね、右ストレートは10なんですよ、左フックは10なんですよね。なるほど、主従の関係。当たってる割に右ストレートが効かないのはですね、左フックの方に力点を置いてるんですよ。なるほど、はいはい。おお、バルガスが先に右手を上げました。11ラウンド目、さあこれをどう判断しますか。まず浜田、あ、ロイ・ジョーンズですね。まあ、このラウンドもトリニダード10対9です。トリニダード、はい、はい、小泉さん、私もトリニダードですね。あ、残り1ラウンド残してるんですが、ここまで、ここでもし終わったケースは、ちょっと待ってくださいね、若干トリニダードっていう感じでしょうかね。まあ、私の採点はバルガスが勝つんだったらノックアウト以外ないですけどね、今の段階で、はい、そうですか。これ浅かったっておっしゃったやつでしたっけ今。いや、あの、 これではないんですけどね、はい、これ違う角度の今のシーンですね。さあラストラウンドです。お互い顔に傷を作りました。やっぱりバルガスの左目も腫れてますね。腫れてますね、うん。WBA、IBF 世界スーパーウェルター級の王座統一戦です。さあこの1ラウンドで決まります。ポイントは十分稼ぎましたフェリックス・トリニダード。しかしここまでこの終盤にかけても倒そうという気持ちは浜さん出ていると言っていいでしょう。ずっと出てますよ。それは続けてますね、うん、出てますよ、はい。一方のバルガスはこれも先ほどおっしゃったように倒さなきゃいけないんですよ。ノックアウトしないと勝てないでしょう。当然ながら倒そうという気持ち全面に合わせますでしょう。ミロスルト、合わされましたバルガス。これは致命的、ね。いや、その前のね、ワンツー、うん、あの強いミニストレートが伏線になってるんですよ。一瞬ね、左フックの方への注意が失われたんです。そこを右左持っていったんです。今の左で勝負ありましたかね。狙われた、これで終わりか、これで終わりか。バルガスの火が消えます。いや、まだ戦えるか、戦えるか。ズミ効いてますよ。そこか、止めるか、続行です。さあトリニダード、最後フィニッシュはどうやって決めるか。時間はたっぷりあります、時間はたっぷりあります。トリニダード攻め込みます。いや、バルガス粘りますね。ノックアウト負けだけはしたくないという、最後のプライドですね。プライドですね、意地ですね。さあ両チャンピオンの激突、しかも全勝対決。ベストパウンド4パウンドはどちらか。右のスライドだ、止めたか、試合終了です。ものすごい最終ラウンド、12ラウンドになりました。ポイントではトリニダード取っていたでしょう。しかしポイント勝ちではなく倒して勝ちを取りました。まあすごい試合だったですね。うわー、スタンディングオベーションというか、もう今総立ち状態。フェリックス・トリニダード、 IBF のベルトもゲットです。 WBA と IBF の両団体のチャンピオンとなりましたフェリックス・トリニダード。まあちょっと劇的な最終回、ラストラウンドの、ノックアウトですね、はい。まあ、TKO でしょうけどね。そうですね、浜田さん、ポイントからおそらくですね、はい、足を使って、うん、逃げ切ることもできたでしょう、トリニダードは。本当にそうですね。そこでこれだけたくさんのお客さんがいて、最後まで、お客さんの期待通りやろうと、はい、これはこの一発でとどめ刺しましたね。よく立ち上がりましたよ、でもね。でその次は小さい左腹なんですね。なるほど、なるほど。顎の先端かするような小さい左腹だったよね、最後は右の、まあ打ち下ろしの右ですね、はい。スーパーとつけてもいいスターですね、やっぱり。ね、期待していることを見事にやってくれます。しかも鮮やかな形、それも12ラウンド劇的に決めてみせました。まあ、トリニダードはですね、まあ、この試合入れて計6度ダウンしてるんですね、
で、まあ、あのこの前 の, そのデビッド・リード戦、あれのダウンがその5回目なんですよ。今回6度目なんですけど、ということは危険な距離で戦ってるということなんです。あーはーはーはー。ということは自分のパンチも当たる距離なんですよね、はい、それでトリニダードはですね、アウトボクサーじゃないんですよね。それで足使って動き回って、そのストレートストレートで戦うタイプじゃないんです。積極的にですね、左フック、左アッパー、右アッパー、そういうのを当てていくタイプなんですよね。 Ladies and gentlemen, we have the time. 1 minute 33 seconds in round number 12. 12ラウンド1分33秒。 He's the winner by way of knockout. He is still undefeated. And now the WBA and IBF 154-pound world champion Felix TitoWBA、IBF 両団体のこれでチャンピオンになりました、フェリックス・トリニダード。祝福の花火が打ち上がっております。マンダレイベイイベントセンター、ものすごい試合がイベントセンターで展開されました。フェリックス・トリニダード、見事な勝利です。